さあ吐いてもらおうか、白男若菜。お前の矛盾した証言を正してやるよ。白男さん、白男さん、寝たふりすんな。あなたが西欧民国で出発した時の天候について証言したことを覚えていますか？え？あなたはアクビヒックスが席についていたと言いましたね。そんなこと言ったかなーみたいな言うんじゃないの、こいつとぼけそう。ヒックス氏は西欧民国に着く前に死んでいたのですからね。あ？白本さん、見間違えちゃったのかな。どうやったら見間違えるのか。そんなものをいつも間違えてますよ。このまま続けても拉致が開かないわ。西欧民国に到着する直前の午前3時頃と死体発見後の午前6時頃のアリバイを教えてもらおうか。もしかして私疑われてるんですか？そうだよ、お前もう逮捕だよ。白本のアリバイ。この女がさ、目かっぴらいてさ、髪ぐしゃぐしゃにしながらあのもだえる姿見てえわ。あ、ですね、午前3時から4時の間は CA ルームに一人でいました。その時にカードキー奪ったんじゃないですか？あ、午前5時から6時の間 CA ルームに一人でいました。どんだけサボっとんねん。なんという。白本さん起きたまえ。あ、やれやれ。目覚まし代わりに揺さぶっていくとするか。そうだよ。目かっぴらかせろ。白本さん起きたまえ。わーい、起きてますよ。この CA をなんとかしなさい。君の無知で起こせばいいのにだ。午前3時の4時の間は CA レベルに行っとる。ファーストクラスやラウンジに食事を配るサービスがあったの。ちょっと待ってください。そうするとこの道さんのこれだな。午前5時40分。ここのアリバイがなんか崩せそうだな。食事を配るサービスがあったと思うのだが。というのはこの道さんの仕事なんですよ。じゃあ、君は CA ルームで何を知りたのよな。ご飯を食べた後素敵な夢を見ていました。仕事をサボっていただけではないか。違いますよ。寝るのも仕事のうちなんです。あ、午前午後から6時の間は CL も本当ですか？その間ずっと一人だった？そうですね、CL ムには誰も来ませんでしたね。とうとう矛盾が顔を出したようだが、どうする？異議を唱えるか。異議を唱える。白本さん、あなたの発言は明らかに矛盾している。え、どういうことですか？午前5時から6時に CL ムに誰にも会わなかったはずがない。これだ。この道さんが自爆営業で CLM にスーツケースを置きに行ってる。このレシートを見てもらえるだろうか。え、そういえばさ、12万もするんでしょ？このスーツケース。ワンフライトで1個さ、買ってたらさ、白本さんをとんでもない、とんでもない爆死なんだけど。これ大丈夫？レシートですか？今時 YouTuber でもそんな金の無駄遣いしないよ。この道さんが買ったスーツケースのレシートだ。時間が印字されている。時間は5時40分、この道さん。おお、久しぶりに登場、この道。犯人のこの道さんがどうしてここにいるんですか？私が行ってきてもらったんだよ。君の嘘を暴くための証人として。この道さん、あなたはこの時間、ファーストクラスから1階に降りて、機内ショップに行った。そうですね。はい、機内ショップでスーツケースを買った後、CA ルームにそれを置きに行きました。この時、白本さんに会いましたか？いいえ。白本さん、この時刻、あなたはどこにいたのかな？グー。とぼけるんじゃねえよ、おい。おい、
ここ大阪だったらお前そんなんじゃ済まねえからな。叩き起こしてやるからな。水の中に顔突っ込んで。あ、トイレですか？聞いているのはこちらだ。アブンとトイレとかに行ってて、ちょうど行き違ったんじゃないですか？そんな都合のいい話があるとは思えないが。でも本当にそうなんですよ。こちらから攻めるのは決め手にかけるか。私疑われてるんですね。でも私の話も聞いてほしいです。いやーもうね、語り始めたらお前終わりよ。矛盾だらけなんだから。私従業員だから疑われてるんですよね。だったらこの道さんも疑わしいじゃないですか。機内ショップの担当もエレベーターのカードキーの管理もあの人だし、すごく怪しいと思うな私は。今疑われてるのは君だ。この道さんの話はしてない。そうだよ、お前警察にさ、あれだよ、スピード違反で捕まった時に、あの人もあの人もスピード違反してるじゃないですかっていうタイプの人間だな。あれ、なんでこの道さんをかばうんですか？もしかして三つ木さん、この道さんのことを何が言いたいのだ？別に、この道さんは三つ木さんのことを、私のセンスを理解できない人に興味はありません。こんな話をしている場合はな、はい。すぐ好きとか嫌いとかに持っていこうとする、恋愛のどうにかしてください。私、従業員だから疑われてる。いや、違うよ。従業員だから疑われてるというよりは、お前とこの道二人しかいねえんだよ、容疑者が。午前5時の天候の時にアクビーを見たという証言に嘘があったからだ。でも、私が CA じゃなかったら疑われてないですよね。その、何の反論にもなってません、それは。だから、この道さんはもう十分捜査したんだって。お前の証言の番なの。常にこの道さんは疑われているから拘束されているんだから。あ、そうでしたね。忘れちゃってました。白本さん、あなたも私を疑ってるの。だってこの道さんしか無理じゃないですか。そんな私は殺人なんで。まあ、ローラーでもいいけどね、そこ。この二人しかないから、ローラーでもいいけど、でも僕はもうね、白音から釣るよ。この道さんにしか無理というのはどういうことなの？機内ショップの担当もエレベーターのカードキーの管理もあの人だし。あなたの担当は何なのだろうか？私の担当は CA ルームですよ。そんな担当はない。でも私大体 CA ルームにいますから。三つ木様、彼女は語学に堪能ですから外国の方の接客をしていますわ。特にボルジニア語は彼女だけにしかわかりませんから。あ、なんだ、担当ってそういうことですか。ちゃんと質問してくださいよ。他にどんな意味があるのよ。私ボルジニア語は得意なんですよ。じゃあボルジニア語の書類を処理するの。はい、ボルジニア語のことは全部私の仕事なんですよ。なるほど、そういうことか。すごく怪しいと思うな、私は。もう全部揺さぶってこう。私には君の仕事ぶりの方が怪しいと思うがな。どうしてですか？この道さんには接客の仕事がある。だが君には自由な時間が多い。それは犯行を行う時間も自由にあったという。三つ抜きレイジ、勝手な憶測で誘導尋問するのはやめなさい。どこかの弁護士のようなハッタリは私には通じないわ。だが彼女が仕事をしているのはとは思えないんですが。そんなことはないですよ。私の担当は CA ルームとボルジニア語ぐらいですよ。ボルジニア語の担当というのはどういうことだろうか。ボルジニア語の翻訳とかしてますよ。当時の人間でボルジニア語がわかるのは彼女だけですわ。白音さんはボルジニア語の書類も処理しているの。うん。その仕事内容を詳しく聞かせてもらうとしよう。自分にかかった疑いを他人に押し付けるのはやめたまえ。そんなことないですよ。ただこの三つさんの方がそれを押し付けてるというのは。三つ木さんの言うことは難しいですね。そうしていられるのも今のうちだ。
と CA ってさ、髪長くできないんじゃなかったっけ？まあ多分これ僕の憶測なんですけど、髪が長いと振り返った時とか結構機内とかさ狭いじゃないですか。ね、なんか髪がさ、そのお客様にぶつかったりとか、そういうのとか、まあ、機内食出す時にね、髪まとめてないと髪がね中に入るとか、そういうのがあるから髪は短くまとめるみたいなのが必要なんじゃないですかね。どうなってんですかね、ここの風紀は。まあ、胸元がめっちゃはだけてる方が問題だけどね。これだな。まあ一応セーブしてから、まあ今までロードしたことなんかないけど、セーブ癖がね、これかな。ボルジニア語の書類、ヨーロッパで預かったと書かれている偽物。異議あり。ボルジニア語ができるのはあなただけ、間違いないだろうか。あ、はい、そうみたいですね。私、ボルジニアに入学していたことがあるんですよ。それならばこの書類にサインしたのも君ということになるな。来たね。これは偽造された書類だ。ホワイト氏の荷物がヨーロッパで積み込まれたと思わせるためだな。ボルジニア語で書かれたこの書類を書類できるのは白音さん、あんただけなんだよ。さあ、目かっぴらいてみろ。あなたが関わっていなければこの密輸は成立しないのだよ。ふふ、来い。目かっぴらけ。寝るな。来たね。来た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 。目覚めたね。眠ってなどいませんわ、三剣様。三剣様のおっしゃる通りでございます。密輸に関わっていたことを認めるのか。そちらの書類を処理させていただいたのは私でございます。ただそのことが直接的に私が密輸に関わっていることとイコールではありませんわ。私はサインをしただけ。サインをしただけだと。荷物がちゃんと運び込まれているか確認を怠ったようですがね、申し訳ございません。じゃあお前に何ができる。シャボン玉膨らますのやめなさい。すっかり眠気が覚めたようだ。やりにくいな。例えですよ、私が密輸に関わっていたとしても、それがそのまま殺人事件の犯人であることにはなりませんよね。じゃあまず密輸で逮捕しましょう。まず密輸で逮捕して、そこから取り調べをして、激しい取り調べをして、殺人事件をゲロさせましょう。これがね、世に言う別件逮捕ですよ。それが動機になるわ。イックス捜査官は密輸の捜査をしていた。決定的な現場を押さえた彼は密輸組織の人間に殺された。この道さんが密輸組織の一員だという可能性もありますわ。私と違ってずっと多くの仕事を任されていましたし。ふん。濡れ衣を着せるのはお手の物ということか。どういうことでございましょうか。あなたのことではない、今回の犯人の話だよ。まず私、そして今この道さんに疑われている。犯人は誰かに濡れ衣を着せるために一生懸命なのかわかるだろう。そうだよな、財布を入れたりとかな。この道さんが濡れ衣かどうかはまだわかりませんわ。いや、最初から犯人はそのつもりだった。すべてをこの道さんに押し付ける計画だったのだ。この証拠品がそれを示している。俺を使ってこの道さんに濡れ衣を着せようとしたのだ。さあ、何ですか。ちょっと僕には今わかってません。これ？
スーツケース？犯人は死体を隠すのにあのスーツケースを選んだ。なぜか。犯人はわざわざ地下から1階へ死体を移動させようとしていた。なぜか。おお、表情が変わってきたね。余裕がなくなってきたんじゃないかい？すべてはこの道さんに濡れ衣を着せるためだと考えれば筋が通る。彼女はフライトの度にあのスーツケースを買っていた。それを被害者の死体が入ったスーツケースと交換されていれば、彼女の立場は危ないものになっていただろう。残念ながらエアポケットの事故で未遂に終わったわけだが。飛び出してしまった死体をスーツケースに戻す時間はなかった。そこで次に犯人がターゲットにしたのが私だよ。エアポケットで気絶していた私だったというわけだ。犯人はスーツケースを機内ショップに隠し、偽物の凶器であるこの貯金箱を用意した。ある種涙ぐましい努力がうかがえる。犯人様も大変でございますね。そこまでして濡れ衣を着せなければならないなんて。それは今回の事件が特殊な状況が、今回の事件の特殊な状況が想像したと言っていいだろう。犯人に濡れ衣計画を立てさせたのは、ちょっと待って。なんてやって？事件の起こった場所、事件の起こった時刻、事件を起こした人物。事件の起こった場所なんじゃないですか。今回の事件は航行中の飛行機内という特殊な場所で起こった。入国審査はどの国も厳しいものだ。どんな方法を使っても地帯が発見される確率は高い。犯人はこの密船を私に罪を着せるしかなかった。裏を返せば一連の犯人の行動に説明がつくのはこの密船でも私でもない。知らおうとばかな、あなたが犯人の場合だけなのだよ。わーっと。もう終わりですが、また眠くなってきちゃうところでしたわ。でも結局、私が殺したっていう決定的な証拠はないのではありませんか？く。事件の全体像は見えているのに決定的な証拠だけはない。何かないのか、まだ。解明されていないもの、まだ全体像にはまってないピース、証拠品は。一個ずつ見ていきますか。あ、検知バッチ違うね。アクビーの財布、これも違うね。これも違うね。違いそう。これか？行方不明の携帯電話、お前が持ってるんじゃないのか？そうだよ。この携帯電話だけはまだ機内の中にある。そしてそれは犯人が持っている可能性が非常に高い。決定的な証拠はない。そうでございましょう。行方不明なのが、今はまだな。行方不明？事件の全体像の中でただ一つハマりきっていないピース。被害者の携帯電話だよ。メイ。君は空港で被害者と携帯電話で連絡を取りはず。鳴らしてみろ！あ、しかし事件現場から携帯電話は見つかっていない。犯人が持ち去ったということね。その通り。携帯電話の在りかがその犯人を指し示す。さあ、それはどうでしょうか。あんな高いところから落ちた携帯電話も壊れてるんじゃないかしら。それはやってみなければわかるまい。メイ、君の力を借りたい。アクビーの電話にかけろ！やったれやったれ！どこかで電話が鳴っているっす。おいおい。お前だな。いや、この道さん。あんただ。
三剣様、好みさん、私が必ず真実を突き出す。着信音は CLM で鳴っているよね。そのようだな。そのまま電話をかけて、アークビーの携帯電話を見つけても決して電話に出ないこと、いいわね。無駄な電話料金を払う気がないということが。グー。さあ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 、行ったれ行ったれ。音はこの部屋どこかが聞こえてくるっす。探すぞ、伊藤小切刑事。ロッカーちゃうんか？音がするのはここからっすよ。そんなまさか。この三つさんの。これは確かに被害者の携帯電話っす。このロッカーは誰のロッカーっす？この三つさんだろう。この三つさんのロッカーだ。なんすと？やったね、あんた。カードキーはカードキー。一筋縄ではいかないってことね。なるほど。白本のこの余裕の表情、理解しましたよ。なるほどね。確かにまだ始まって20分も経っていない。後編2がね。三剣様いかがでしたか？携帯電話どこから見つかる？あなたのロッカーから見つかりましたよって言いたいけどね。CLM のこのみつさんのロッカーから。そんな。この道一郎、私そんなの知りません。私じゃありません。私じゃ。カルマ検事でしたわね。速やかにこのみつさんを逮捕することをお勧めいたしますわ。カードキーの時と同じだ。犯人はカードキーを盗んだ時のように、ロッカーの中に携帯電話を入れることができた。それができたのは、そうだよ。そう、カードキーの時と同じよ。犯人がそんなことをしたという証拠はないことね。グッ。証拠だけが事件の真実を物語る。この声を無視することはできないわ。じゃあカードキーがどこにあるんだ？どうすればいい？もう一度落ち着いて考えるのか。ロジック。犯人はなぜ携帯電話を持ち去ったのだ？警察に見られてはまずいことが何かあったはずだ。今さら何だというの、三つ切れ字。まだ終わってはいない。犯人は携帯電話を持ち去らざるを得なかった。どういうこと？この携帯電話には犯人を指し示す重要な証拠が隠されているはずだ。まあ写真撮っているんじゃないですかね。調べるのだ、この携帯電話を。まあ裏面なんじゃないですか。ひび割れてますね。カメラのレンズ。そうだ、考えてみればヒックス捜査官はどうやって密輸の現場を抑えようとしていたのか。メイ、教えてほしい。この携帯電話、写真が撮れるのだろうか。三剣検事、そんなことも知らないっすが、どうやらその携帯電話は私のものと近い方のよね。カメラ機能はついているわ。ヒックス捜査官はこの携帯電話で写真を撮ったのではないだろうか。密輸の証拠となる写真を。それが犯人にとって決定的にまずい証拠だったとすれば。でもその携帯電話壊れてるみたいですよ。達也の検事さんにも壊れてるものは直せないですよね。いやいやいや、もうそこら辺のさ、携帯修理してくれるとこ行けばいいじゃん。あれね、1時間ぐらいで直してくれますよ。僕、iPhone の液晶壊れた時、大体ね、そういうとこ行って1時間ぐらいで直してもらってますから。この間ファミレス行ってね、ミラノ風ドリアとか食ってます。どうにかならないのか。わー。もう眠ってもいいですか？
豚箱で眠れ、豚箱で。確かに液晶画面が壊れているのはね、だから犯人もデータを消すことはできなかった。え？どういうことだ、メイ。どうやら犯人は機械にはあんまり詳しくないよね。この電話は鳴らすことはできた。確かにね、壊れたのは液晶画面だけ。写真のデータは残っているわ、その写真を見ることもできる。私の携帯電話にデータを移せればね。メイ、君の携帯電話貸してくれ。わかったわ。いや、お前もあんまり機械詳しくないんだろうから。出るわよ。おー、これは？アクビーは密輸の証拠をつかんでいたよね。あー、確かにアリフレッド像がないですよ。でもこれ、殺人の証拠としてなんかいい、なんか意味 あるのかしらね。この写真からじゃ、殺人犯については何も分かんないですよ。ダメだったのか、この本。いや。まだ待て。何かこの写真の中に。柵。急に一生を終える。九死に一生を終える。スーツケースの数が減っていない。これは明らかにおかしい。アクビはこの時まだ生きていたのよ。死体が運ばれるまでスーツケースが残っているのは当然でしょう。その通りだ。私は写真と現在の違いを示していただけなのよ。ふ これはなんかおかしくない？この一個。この荷物は？ん？これは、ボルジニアから西欧民国へ輸出される荷物のようじゃの。西欧民国で降ろされた荷物ということか。ミスターホワイト、中身は何だろうか。日本語で書かれている方は読めるのだか。もう一つの段ボールはボルジニア語で書かれているの。中身は、こんなかった。日本語で言うと衣装じゃな。衣装じゃ。これはもしや。なんじゃそんな怖い顔して。白音さん。なんでしょう。アクビーヒックスは優秀な捜査官だったようです。彼はちゃんと証拠を残しておいてくれた。犯人を指し示す、決定的な証拠。ちょっと待ってください。考えさせてください。わかんない。衣装。ボルジニア一緒。はい。三つ剣さんは無理はしない方がいよいよよろしいのではなくて、ボルジニアからの荷物とこの証拠品が犯人を示している。ちょ、もうわかんない。わかんない。これ書類？ボルジニアからの荷物。西欧民国へ輸出。ちょ、預かり書で行ってみるか。それが何を示しているのか教えていただき。簡単なことだ。私が出し間違えたことだ。アホ！バカだれ！笑えませんわ。笑わせそうなのね。これ？ちょっとどう繋がるのか分かんないけど、これぐらいしかなくない？西欧民国とからの荷物。
ちょっと待って、冷静に考えさせて。ボルジニアからの荷物とこの証拠品が犯人を示している。一個ずつ見ていこう。あ、検事バッジではない。パスポートしか入ってなかった。これ？ボルジニアの布？衣装、布、これ？それがどうしたんでしょうか。犯人はこの衣装を使って血痕を拭き取っている。今まで不思議だったのは、この衣装がどこから出てきたのか。その答えはこの写真の中にあった。西欧民国で降ろされた荷物、ここには衣装と書かれている。ボルジニア語でな。犯人はこの荷物から衣装を1枚取り出して使用した。そう、犯人はボルジニア語が読める人間。ボルジニア語が分かるスタッフはあなただけだったな。はっ、そんなのたまたまでしょ。犯人は荷物を片っ端から開けて血痕を拭くものを探したのよ。たまたま開けたのがボルジニアの荷物だけだったわ。残念だが、それはありえないのだよ。なんですって。犯人は片っ端から段ボールを開ける余裕などなかった。もしも犯人がボルジニア語を読むことができなかったのならば、どれよりも先にこの箱を開けたはずなの。ベッドシーツじゃない。この段ボールは日本語でシーツと書いてあるっす。そう、結婚服にはおあつらい向きだろう。それがどうしたっていうのよ。血を拭くものを探して貨物室を見渡した犯人が最初に 目をつけるのはこの箱のはずなのだ。しかし犯人はボルジニアの布を使った。これはなぜだというの。犯人は貨物室が現場であることを知られるわけにはいかなかった。だからシーツの箱を開けられた痕跡を残ることを恐れたのだ。しかしボルジニアの布の荷物の方ならば西欧民国で降ろされることが分かっていた。そう、だからあえてボルジニアの布を使ったのだ。そういうことか。その判断が可能なのはボルジニア語の読める人間。白尾と若菜は君だけなのだよ。ぐー、そんなのたまたまだし。この荷物に開封された跡があるかどうかは西欧民国に問い合わせてみればわかるだろう。それに他にも犯人の痕跡が見つかるかもしれないな。うわー、どうだね。今ここで罪を認めるか、それとも西欧民国からの報告を待つかね。いや、だが、あ、決定打入ったか。そんな国際警察だってしょうがないから、案内者は写真撮り始めて、だってバレたら困るから、私困るから、私あわし、容疑者を連行する手配終わりましたっす。うむ、密輸ルートについて口は割ったか。これから署で尋問するっすけど、望み薄っす。その話になった途端口をつつぐんでブルブルしてたっす。相当怖がってるみたいっす。思い余って殺人に及ぶほどだ。背後の組織がよっぽど恐ろしいのだろう。根が深い話のようだな。三剣様、本当にありがとうございました。
うむ、こちらこそ世話になった。いつるぎ様がいなかったら私今頃。これでまた CA として空の旅をお供することができますわ。あの、お礼にこれ受け取ってくださいませんか。それは、いや、12万じゃそれ。そうですよね、いらないですよね。いや、せっかくだ、いただくとしよう。ありがとうございます。きっとお役に立ちますわ。次のフライトも豪遊航空をご利用くださいね。そうさせてもらおう。それでは良い旅を。もう二度と嫌だけどね、豪遊航空。ごちゃごちゃしてて好きになれんな。今日はいきなり水着検事と操作ができていい一日になったっす。私は濡れ衣にエレベーターに地震と散々だったんだが。そういえばカルマ検事は？それが空港で出国手続きの最中っす。出国？忙しいみたいっす、カルマ検事。事件の手がかりを追って国川首へ飛び回るみたいっす。刑事。先ほど頼んだハイヤーの手配取り消しておいてもらえるかな。了解っす。羽田空港。メイ。最初に言ったはずよ。余計なおしゃべりは無用と。そんなつもりはない。ただ久しぶりだったからな。そういう気やすさこそ無用のものだわ。私を誰だと思ってるの、あなたは。君はカルマメイだ。誇り高く尊敬すべき検事の一人だ。ふん。つい先ほどあなたに敗れた惨めな負け犬よ。無敵の父が築き上げた名声を食いつぶし、哀れなピエロよ。確かにな。カルマメイ、お前、今までなんか、実績あるん？ちょっとなんか、あの物語のさ、絡んでないところで多分実績上げてんだろうけどさ、物語中で言うとかなりの無能なんだよな。君の父、カルマ剛は確かに40年間無敗の検事だった。しかし、無敵だったわけではない。何を言ってんの？今、私が追っているのは、少し厄介な相手を。今回見つかった密輸ルートもその一端に過ぎない。危険ではないのか？心配されるほど落ちぶれてはいないわ。そうか、そうだ。もう一人この事件を追っている捜査官がいるわ。捜査官。国際警察で最も高い検挙率を誇る男よ。あなたも会うことになるかもしれないわね。なぜ私が？今回の事件、私は巻き込まれただけなのだが。そうね。ただ向こうはそう思っていないみたいだけど。どういうことだ？時期にわかるわ、戦いは始まったの。この裏の組織が、三剣賢治を狙っているのか。私は次の便でこの国を立つこととする。この借りは返すわ、絶対に。三剣賢治狙われてて、で、この事件が1話の3日前とかだっけ？だから3日で対応してくるんだ。すごいな。いやー、言ったっすね。これでしばらくはあの無知ともおさらばらっす。はっはっは。糸のこぎり刑事、捜査への協力、ご苦労だった。いやー、はっは。また三剣賢治とお仕事ができて嬉しいっす。今日はお祝いっす。そうめんの氷に砂糖を混ぜるっす。うわ、まずそう。メイ、この刑事の給与をどこまで下げたんだ？刑事、検事局まで送っていってもらっていいだろうか。了解っす。パトカーをかっ飛ばすっす。安全運転で頼む。こうして帰国早々の事件は幕を下ろした。カルマメイ、彼女の追うターゲット、密輸ルート。すべての手札は場に出つつあった。これがヤタカラスってことなのかね。でもね、ヤタカラスなんかね、違いそうなんだよな。ちょっとね、詳しくは言えないんですけど、なんか、大泥棒はね、なんか、我々の味方な気がするんだよな。義賊って言ってたしね。クソメタ精査なんですけど。そして、この戦いの役者が出揃うのは、次の事件のことだった。え？む。
三つるぎだ。おお、繋がったか。先ほどから何回かかけていたのだが。誰だ？おう、わしの声を忘れたかね、三つるぎくん。わしじゃよ。誰だ？あなたは、城一郎さん？誰？ほう、思い出してくれたか。急ですまないが、君にしか頼るものが、頼れるものがおらんのだ。事件なのだよ、三つるぎくん。息子が誘拐された。城一郎誰？びっくり。コナミ。終わり。おー、なんか新キャラ登場。さらわれる逆転ですね、次の。ということで逆転エアライン終了。いや、なんかすごいね。この第2話はすごい展開的におもろかったですね。まあ、主な容疑者3人しか出てこなかったんですけど、この道さんと、あと密輸商のやつと、白尾とバカな。ね、最初ね、古物商が怪しいと言って僕疑ってましたけど、まあなんかね、すごい言いがかりつけてきたから。でもなんか途中のさ、対応でなんか白だなって、勘違いでそのエレベーターから、降りたのを見たっていうなんか時間差の話、あれがどうしてもね、なんか犯人視点の思考ではないなっていうので、やっぱね、白置きして、でこの道さんに次ターゲットが向いたんだけど、この道さんもね、僕なんだっけ、捜査を機長にわざわざお願いするっていう行動の白さから、まあ白っていう風に置いて、でもうそこから白尾と若菜しかないと思って追ってたからね。すごいなんか、話のストーリーとしてすごい、なんていうか、納得感が強かったですよね。なんか、各登場人物のさ、心理とかをすごいうまく使ってるよね。すごい良かったです。ということで、今日はこの辺で終わりにします。お疲れ様でした。